皆さんこんにちは。流通経済大学サッカー部サイドバックの堀久太です。今日は僕たちが普段行っているワークアウトを紹介します。今日行うワークアウトはフリーキックです。これでライバルに差をつけましょう。小池ワークアウト、キックオフ。狙うところは、角ですね。上のポストのところの角を狙うことです。蹴る時のポイントはインフロント気味ですね。芯に当てるんじゃなくて少し下気味でスピンをかけるよう意識して蹴ることがコツです。今回は壁なしでフリーキックをやったんですけれど、壁がある時は大体その壁の頭を狙う意識でやるといいコースに行くと思います。それをイメージして壁なしでもフリーキックを練習してみてください。来た、よし、これでいい。数をこなすことで上達すると思うので、日々努力して世界でも活躍できるようなプレイヤーを目指して頑張ってください。ぜひ皆さん明日からチャレンジしてみてください。小池ワークアウト、試合終了。